することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。会話いつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今後は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで無駄を巻いて、洗濯物が机の上に短い手紙を添えておくわ。今度生まれてくるとしたなら、やっぱり女で生まれてみたい。だけど二度とヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。